皆さんおはようございます。よろしくお願いします。それでは令和4年台風第11号に関する第3回滋賀県災害対策本部会議を開催いたします。台風は沖縄の南の海上に一旦離れましたが再度北上しております。先島諸島はこの後暴風域に入り被害発生の恐れがあることから今後の対応を確認し県民への注意喚起を図るためお集まりいただきました。それでは災害対策本部長であります玉城知事に記事の進行をお願いいたします。はい、それでは今回の台風の状況についてまず沖縄気象台から原田さんにお越しいただいておりますので説明をお願いします。はい、沖縄気象台原田でございます。台風第11号について説明させていただきます。はい、台風第11号ですけれどもこの後先島諸島では、3日から4日にかけてですね、暴風やうねりを伴った高波高潮に厳重に警戒する必要がございます。沖縄本島地方でも、台風の進路等によってはですね、この後暴風や、警報級の高潮となる恐れがございます。はい、さらにですね、沖縄地方では、本日午後から、明日の午前中にかけてですね、線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。はい、失礼いたしました。こちらの、ページは気象衛星画像とレーダーの画像になっております。台風依然として強い勢力を保っておりまして、台風の東側から南側にかけてですね、発達した、雨域があるというところでございます。で、先島諸島の南海上には台風中心付近の雨雲があって沖縄本島地方にも、台風周辺のまとまった雨雲がかかって今現在も強い雨が降っているという状況でございます。次に今後の進路予想でございます。現在台風はですね大型で、非常に強い、台風となっております。現在の位置は石垣島の南約190キロにありまして北北西にゆっくりとした速度で進んでおります。中心気圧は一頃に比べますと少し、気圧が上がってきまして、945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速も今は45メートル何秒でございます。ただこの後ですね、非常にこうゆっくりではありますが北上していくに従って、再び、発達していくというふうな、予想になっております。で、まあ、現在暴風域の大きさは当初と変わらず、全域で95キロとコンパクトなものですが注目していただきたいのは強風域が非常に大きくなっておりまして今現在もすでに沖縄本島までかかっているというような状況です。しかもこの台風非常にゆっくりとした動きですので沖縄本島はかなり長い間強風域に入ります。で場合によってはこの後台風が接近するに従って暴風域に入る可能性もまだゼロではないというところにご留意ください。で台風の今後の見通しですけれども先島諸島の南海上を次第に北上して本日3日の夜から、先島諸島にかなり接近する見込みでございます。沖縄本島地方につきましても、4日の昼に、最も接近するという見込みでございます。で台風の動きが、かなり遅いので、先島諸島では暴風や猛烈なしけとなる時間が非常に長く、また沖縄地方では、総雨量が多くなる恐れがございます。で各国の見通しについてです。まず、暴風や強風の見通しでございますけれども、先島諸島ではもう今現在、暴風警報発表中でございます。で早いところでは、3日朝、つまり今ですね、から、次第に、暴風となるというふうに見ております。また、沖縄本島地方でも、台風の進路等によってはですね、3日の夜から暴風となる恐れがあります。その場合早ければ、本日午後にも、暴風警報を発表する可能性がございます。
今のところですね、あの先島諸島では、3日は、3日4日45メートル、ですね、最大風速、最大瞬間風速65メートルぐらいになると、見ているところでございます。次に、大雨の見通しですけれども、先島諸島では3日から4日は、1時間70ミリの非常に激しい雨の、予想がございまして、警報級の大雨となる見込みでございます。また沖縄本島地方でも雨雲の発達の程度によってはですね、警報級の大雨となる恐れがございます。予想される雨の量、24時間先までのですね、明日6時までの24時間の予想は多いところで先島諸島250ミリ、沖縄本島地方でも100ミリで、その後また24時間の予想は先島沖縄本島地方で100から200ミリと予想しております。さらにこの後ですね、もし線状降水帯が発生した場合はですね、長期的にさらに雨量が増える恐れでございます。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒願います。次に、高潮、雷と風でございますけれども、先島諸島や沖縄本島地方では4日にかけて、潮位が高まる見込みでございます。先島諸島ではすでに、高潮警報を発表しているところでございます。また沖縄本島地方でも今後の台風の進路等によっては高潮警報を発表する可能性がございます。また4日にかけてですね、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意する必要がございます。次に波浪の見通しでございます。先島諸島と沖縄本島地方では3日から4日は猛烈なしけとなる見込みでございます。また大東島地方でも再びですね、大しけとなる見込みでございます。で5日は、沖縄地方全般にわたって、猛烈やしけや大しけが続くというところでございます。はい、気象台からの説明は以上になります。先島諸島や沖縄本島地方にあってはこれから暴風や強風が予想されています。職員の皆さんは安全確保を図りつつ、被害情報の把握等に努めるとともに、災害対策本部における各部局の文書事項を引き続き遂行してください。被害情報については適宜ご報告されますようお願いいたします。なお地元自治体と連携しつつ、食料の備蓄、避難誘導等々必要な応急対策を行うようお願いいたします。最後に私から県民の皆様や台風第11号へ災害への警戒について改めて注意喚起するメッセージをお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。着座にてそのままお伝えいたしますのでご了承ください。台風第11号は非常に強い勢力で、石垣島の南の海上を先島諸島に向けて進んでおり、今後風雨が強まり暴風となる見込みです。沖縄気象台が発表する気象情報および各自治体が発表する避難情報等に十分ご注意ください。先島諸島の皆様には次の点についてご留意くださいますようお願いします。風雨が、雨風が強まっている中での屋外での作業は危険ですので、絶対に行わないでください。台風が接近している間は不要不急な外出はお控えください。畑や漁船、海の様子を見に行くといった危険な場所に近づく行動は絶対におやめください。またドアや窓の開閉にもご注意ください。危険が差し迫る前の早めの避難が原則ですが、風雨が強まり避難所への避難が危険な場合は2階などへの垂直避難、それから建物の中でも崖側から離れる、窓から離れるなど安全の確保を行ってください。観光などで滞在されている方にお願いです。暴風は長時間続くと予想されています。海に近づいたり不用意に宿泊先を出ることをおやめください。また宿泊先のスタッフの安全に関する指示に従うようお願いいたします。なお、よくお使いいただいているいわゆる島造りなどは、濡れた場合に非常に滑りやすくなります。ぜひ、その際にはスニーカーなどに履き替えて、滑らないようなご自身での対応もぜひ取っていただくよう合わせてお願いをいたします。先島諸島は台風第11号の暴風域にまもなく入る見込みです。皆様におかれましては暴風や大雨等への警戒と命を守る行動を最優先に行っていただきますようお願いいたします。なお沖縄本島地方でも台風の進路等によっては3日の夜から暴風となる恐れがあります。その場合早ければ3日の午後に暴風警報を発表する可能性もありますので、今後の台風情報には、十分その情報を取れるようよろしくお願いいたします。
はい、私からのメッセージは以上です。それでは以上をもちまして台風第11号にかかる第3回沖縄県災害対策本部会議を終了いたします。二瓶デビさん、ありがとうございました。